サディカオートゥー TV のせいです。今日はですね、皆さんに向けてリフティングチャレンジやっていきたいと思います。で、まず今日は第1回目なんでイージーのリフティングやっていきたいと思いますので、皆さん Let's try it。 はい、ではやっていきたいなと思います。まずは、ちょっと見せるので、やってください。まずは上に足を、ボールを上げて、で、そこからインサイド、インサイド、アウトサイド、アウトサイド、キャッチ。もう一回やっていきます。ボールを上げるところからやって、インサイド、インサイド、アウトサイド、アウトサイド、キャッチ。できるかな。まずこのコツなんですけど、次にやりやすいところに上げてあげる。次にやりやすい動作の場所に、しっかりとボールを運ぶっていうことを意識してみてください。まずはインサイドから、インサイド、インサイド、アウトサイド、アウトサイド、キャッチ。この時にインサイド、インサイドの後、アウトサイドも、しっかりとインサイドの後にアウトサイドでできるポイントにボールを運んであげるっていうことが大切なので、試合中もトラップで次の動作に移りたい時とかにこういった、ボールの運び方っていうのは生きてくるので、ぜひ皆さんもやってみてください。もう一回やってみたいと思います。ボールを上げた状態のところからしっかりとインサイド、インサイド、アウトサイド、アウトサイド、わあ、もう一回いきます。インサイド、インサイド、アウトサイド、アウトサイド、キャッチ。で、このアウトサイドをやるときにしっかりと、面を作るために、体を、足をしっかりと自分の、腰の位置ぐらいまでですね、アウトサイドを上げます。で、こういったボディーコーディネーションっていうのも、体にとってすごいいい効果が、パフォーマンスを上げるためにいい効果があるので、しっかりとアウトサイドもできるようにやっていきましょう。最後にもう一回やります。見ていてください。インサイド、インサイド、アウトサイド、アウトサイド、キャッチ。それでは皆さん、これをやってみてください。もし、できなかった人とか、やり方コツ教えてほしいよっていう人は、僕のインスタグラムとか SNS とかの、リンクを貼っておくので、皆さんぜひそこから質問してください。では皆さん、ありがとうございました。 See you next time.